キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、新人の答え合わせ、パリーグ編。ね、まあ、パリーグ編ということで、うん、セリーグ編に比べると、はい、最初から熱が高いお二人。はい。ね。うん。ふ、本当だな。肌息がちょっと荒いですよね。なんと新人王は、はい、パリーグ山下俊平だっていうところで、ね、うん、なんと袴田さんの先生がきっちり当てたっていう。イエーイ。まあね、得票は得票数が有効投票総数が267のうち、うん、241票山下俊平投手、うん、もうじゃあ8割、まあまあ、8割型だね、ダントツですね。9割で2位が楽天の渡辺翔太投手、うん、で3位が宇田川投手ですね、うん、4票、うんうん、であと茶野選手と中森投手に1票1票という感じです、うん、渡辺投手も頑張りましたけどね、20票も、ね、頑張ったね、そう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 、さすがきは宇田川、はい、1位、うん、宇田川もめっちゃ頑張ってんのよ。ちょっと前半ね、WBC の影響もあったりしながら、その中で46試合登板、うん、4勝0敗、はい、2セーブ20ホールド、うん、防御率 1.77、 1点台。渡辺翔太、51試合登板、防御率 2.40、うん、で8勝3敗、1セーブ25ホールド。だ、成績だけで言ったら宇田川の方が抑えてんだよ、防御率で言ったら、うん、うん、でしかも負けてないから、宇田川が投げて負けたことないんだよ、うん、だから結局、まあ、そうなった時に4票って少ないよな。あ、そうですね、宇田川でもよかったと俺は思うけど。いや、でもだよ、でもだよ、うん、ワッピー、うん、2位のワッピーは50何試合投げてて、まあ試合数も多いと、うん、51試合はい、確かに51試合、まあ、ね、でも5試合しか変わんないから。いや、でもルーキー、なんかルーキーっていうインパクト、はい、でドラフトもその上の方じゃなくて下の方で、ね、宇田川なんて育成だから、まあ、そうですけど、うん、宇田川投手ちょっと去年の印象も、いやいや資格あるから、あったから資格はあるぞ。俺山下俊平だよ、俺宇田川だったと思う、うん、俺もし投票持ってたら宇田川入れてたと思う。あ、本当ですか。いや、9勝だもん、うん、そう、10はいってないっていうところがね。怪我痛かったな、怪我、うん、怪我してなかったら、うん、12とかな、うん、言ってたと思うけど、はい、やっぱ怪我したの持ってなかったな、なかった、やっぱ9と10ってちょっと見栄え、うん、全然違うからな、多分だから。でも今年で言うと、うん、山下俊平太、佐々木朗希より成績いいからね。あ、もうそうですね、9勝3敗、うん、防御率も 1.61、うん、ね、佐々木朗希防御率2点台だから、うん、そう考えると山下俊平と佐々木朗希より成績自体めっちゃいい。そうですね、開幕投手ですからね、はい、でも多分9勝っていうところもあって、渡辺投手にちょっと票がこう、ええ、宇田川圧勝やっぱり。いや、でもワッピー見てくださいよ、ん、8勝してるんですよ。これ先発投手と同じぐらいの勝ち星なんですよ。先発リリーフ投手の勝ち星は、はい、ほぼ意味ないから。いやいや、でも大事なところで投げてるってことだと思うんです。やっぱり追いつかれたけど逆転してくれたらもう勝ち入るから、まあ、それもありますけど、うん、アピはかなりいいところでずっと投げてた。多いね、うん、ね、うん、宇田川なんて一敗もしてないんだよ。はい、だから宇田川が投げた試合、宇田川が逆転されることは一回もなかったってことだよ、うん、そうですね、これこそリリーフ投手の真髄だよね。うん、まあそうですね、うん、いやー、ほんと納得できんな。だからこその、日本シリーズ、なんかすごいこう心痛くなりましたよね、ぐっとね、宇田川投手ね。さあね、で俺、うん、2位が小孫、はい、だって庄司よりいいんちゃうかっていう、ね、言ってたよな。いや、開幕前はそういう評価でした、やっぱり、うん、小孫投手の方が先に使えるしっていう、うん、ってなった時に、うん、今年小孫投手は、はい、4試合登板、はい、防御率 9.00、 うん、ちょっときつかったね、うん、続いて曽谷、はい、曽谷来年かな、まだ権利ありますもんね、多分ね。結局10試合登板、あら、でもないかも。いや、権利ないと思う、うん、ないですね。でも32イニングやから、ある、あ、さ、何人、50イニングじゃなかった、何イニング資格、30です。30、あー、超えてるわ、超えちゃった、ギリギリ超えちゃった。うん、高間さん、矢沢、うん、2巡目が矢沢、なんか出だし良かったけどな、うん、山下、矢沢、大津だもんね、はい、1割7分7厘だもん、うん、107打数17安打やからな、うん、ちょっとなかなか厳しかったね。ちょっと物足りない感じではありますね。そうだね、うん、で盗塁も2個だしね、はい、ちょっとスピードもまだ生かしきれてなかったね、うん、で、大津、大津投手結構頑張りましたよ ね、うん、頑張った頑張った、後輩ね、うん、46試合 2.43、はい、2勝0敗、うん、13ホールド、はい、ね、結構いいですよね、こうやって見るとね、うん、そうそうそう、渡辺投手と変わんないからね、そんなに変わんないですよね、成績だけで言えば、うん、正直
全くで、うん、そういったところでは頑張ったよね、はい、中田山岡にそっくりだけどね、うん、で先生羽田慎之介はい羽田でしたっけ羽田羽田慎之介羽田かなあちょっと待ってこれ羽田だね一試合も投げてないもう1年待ちましょうもう1年待つはい来季期待でも2軍で8試合登板先発後 2.15 防御率、うん、1勝2敗、うん、まあまあでもいい感じでじゃあ2軍出てきてんじゃんな、はい、ひょっとしたら竹内君より勝つかもしれないですようーんドライチもねそうなの本当に本当に来年じゃあ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 来年新人王の1位じゃあ羽田君でいい羽田いやもう1人言うんで来年の新人王予想めちゃくちゃ難しくないめちゃくちゃ難しいよ、ね、うん、うん、で続いてねどこ行くみたいな、うん、最近ねはい支配下になってませんけど罰金やろ罰金やろいいのは分かるよいいのは分かる俺は来年佐伯くん期待してるから、うん、いいのは分かるけど千賀クラスですもんね千賀クラスだけど、うん、支配下になってないって罰金やろそうお前もう逆張りっていうかそのなんか人と言わないこと言ったらいいと思ったら大間違いやぞお前二分で10試合来年こそいやフェニックスを言った時にあちょっと話題だなと思ったんで、うん、コントロールねあ、じゃあ先生がいやいやいやちょっと最近確認しました今の発言問題あるなフェニックスで見たけどまだまだってもうシーズン終わってるやないかお前もうちょっとお前夏場試合下になれるあのねトレード期限の、うん、あそこまでに見ろよな、はい、6月とか何よお前フェニックスで見たけどってもう終わってんじゃんシーズンいややっぱりなと思ったんですよあ、それ無理やわまだ、うん、まだ無理やわと思ってでもなんかウィンターリーグ台湾で155キロ出したってユースでね悪いっすよ俺あと斉藤京介もね、来るかもわかんないし、だから、うん、何気に熱いね。そうですね。うん、そう考えたら、うん、。だからもうあれだよ。今年はさ、まあ正直さ、はい、山下俊平太一本釣りみたいな、うん、もうここでしょみたいな。だからもうイクイノックス的な感じだったの。もう。いやでも山下投手。今スーって言ったけど、イクイノックス知ってんだろうね。イクイノックス？うん、うん、わかんない。今もうスルって言ったけどイクイノックス知ってるよなえイクイノックスなんかあれですね最近ジャパンカップありましたよねおお知ったじゃんもう今世界レーティング1位だから、ねはい、世界で一番強いっていう、はい、まあ引退したけどね、うん、もうイクイノックスぐらいのもう単勝 1.1 倍ぐらいだったよなでも山下さんそんなじゃないですよねだってシーズン前は投げたことなかったじゃんいやだって投げたことなかったけど、はい、見て周りで選んでる選手で、はい、ずっと一軍で活躍したの宇田川と大津しかいないからねあそうですね、うん、ということは、ね、山下投手もでもやっぱ投げてみたら全然ボロボロだったって可能性もありましたもんね、はい、でもオープン戦とか見たやろオープン戦はね僕らその前から言ってますよね、うん、そうそうそうだからそれで言ってオープン戦見ていいの確認してから選んだやろあれオープン戦良かったんだっけこのチャンネルがスタートですから山下俊平さんそう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 なのそうそうそう結構多いんですよ、オリックスファンも上喜んでてね、うん、で私もやっぱ山下俊平太投手を注目しだしたのなんか先生がやたらいい言ってるからあ、そんないいんだ僕は甲子園での、トライアウトみたいなとこ見てます、うんうん、本当に良かったね俺聞いて、なんで選んだかなんで選んだんですか、俺は想像宇田川は間違いないか想像だから山下俊平太いなかったら俺宇田川新人王だったと思うよワッピーでもワッピーの方があれですよあの票数高いですよいやいやもうそうあの山下俊平ってやつが宇田川に流れるからいやワッピーにもバーッて山下いなかったら僕佐伯やと思ってますよ支配が一個あるんで上がれてたじゃあ来年佐伯が支配下にならなかったらどうするじゃあ僕直接前島の2軍の球場まで行ってカメラ回して一人で、うん、あの原因聞いてきますじゃあそれでもし取材 NG が出てできなかった場合は、はい、東京から、はい前島まで、うんチャリでチャリで一人旅の、はい、あの動画を撮って、はい、それをあの佐々木のセカンドチャンネルに上げるっていうの、はい、一人で、うん、その時は横で変装させますよ最近阪神鍛えろ言うでしょそれやって前島までの懺悔一人旅チャリンコ旅、うん、それやってな所持金は3万円かそんなわけですか。いやご飯も食べなきゃいけない。あ、そうかそうか。そうね。めちゃくちゃ楽しそう。あれにしよう。うん、旅して、うん、編集して、はい、すぐ動画出して、はい、その動画の再生分だけもらえるにしよう。よくテレビでやってるやつだ。もらえるにしよう。うん、だから一番最初は
用意スタートのこれから行きますって言って動画出して、はいはい、でそれの1日後の再生数がまず最初の正直、はい、ああいいですね、うんうんうん、それでなんで僕だけこんなリスク背負ってるんですか。いやだからそんなに新人予想に、いや新人予想じゃないから試合感になるかどうかだけだから。すごいなんか最適にプレッシャーかかりますよね。すごい押してくるじゃん。試合感になんなかったら、うん、この推しなんなんて思うやんな。そうですね、うん、逆になんで上がってないのかな、うん、でも本当台湾155キロだから、うん、これはもうチャンスな。いやめちゃくちゃ楽しみでしたよ。でしかも山崎幸はね、はい、山本由伸2人まずいなくなるから、はい、そういったところでは、うん、ワクワクしますからね。ワクワクから、ね、うん、試合感も入ってくる可能性もあるからね、うん、まあ俺は試合感になることを期待してるけども、はい、まあ、万が一ならなかったらそのチャリンコ旅だね。はい、うんうん、楽しんでもらいました、はい、皆さんね。まあでも本当は先生には来年の新人を予想にも入れてもらいたいけど入るよ、もちろん。でも、うん、でも来年難しいよ。結構いいですよ、オリックス。じゃあ、さっき言ったもう一人ただ羽田と佐伯入んでしょ。でも羽田君よりも僕はもう佐伯君押してるんで。でもう一人左やったら羽田君。もう一人言ってたよ、誰かいるって。僕ね、前君。ああ、前君ね、うん、結構ちょっとね、うん、押してるんです。あと日高っていうオリックスのピッチャーでした。へえ、結構本当にそう熱いんですよ。もう3人しか取られてで今年ルーキーもだからとうとうね、だからもうじゃあもう、うん、だからもうルーキー言わないってことでしょ。竹内とかもう言わない。ああ全然夢みんな甘やかすんでダメなんですよ。そんなこと言わないですよ。じゃあもし竹内が来年新人を取ったら、ね、取ったら東京から、うん、あの西武ドームまで走って向こうのマラソンです。走って、だ近いもん。そうですね、所沢まで、うん、はい、所沢まで走って、謝りに行く旅やろう、はい、確かにね、うん、そうですね、うん、いやでも来年の様子も楽しみですね、うん、そうだね、うん、まあでも山下俊平太すごかったね。はい、すごかった。来年タイトル取るかもしれないね。はい、今回のセパ合わせての新人王予想、うん、勝者は袴田さんと先生でした。